時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。
さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、葦の羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。このアシナの城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。アシの羽笛をそなたと私の符丁としよう。
この橋の下、堀のどん、あそこも見張りせよ。戦が近いの。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔だてするか、巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その優しい顔の仏様はわしの掘ったもんじゃあねえ、まことの武士が掘られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。お前さん、名は何という、その目、差し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうって。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び騎手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと？そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。何故俺はここにいる？ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬもの、野良犬に食わせてやることもある。どれほど俺は？お前そうじゃが、主の主は足だが、すぐにお前さんを見ればその価値は十分に。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ？わしも詳しいことな。竜院、そう呼ばれると。主の主は それゆえ巫女様付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせい。お前さんもそこの荒れ寺には、おかし寺を出て右手の広場にそうした者が一人おる。妙なことになっておる者と気が合うかもしれんな。お前さん、わしはほと、お前さん、そいつに。
まことに息を吹き竜陰の血この目でしかと。何者だ。エマと猿お方に使い。猿お方。すみませぬが、ただそう仰せつかっています。うん、信用しろとはいですが、あなたが持っている薬水、それは木寿司として助けとなり。この瓢箪。はい、あなたが譲り受け。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水は尽きたとて、少し休めばまた見つ。木寿司としての助けとは。瓢箪の種。種だと。はい、薬水は瓢箪。新たな種を加えれば、手に入れたら。分かった。一つ。なんだ。少し顔を見せ。何。うん、し、いや、ならば留飲を受けた者に現れるということか、あるいは兆しか。うん、もう。ああ、無礼をしました。白いあざは、ならば留飲を受け、あるいは、うん、死体はまだわ。あなた返事あれば。分かった。死体はまだわ。あなた分かった。では。
くぜ。手に入れた。任務か。ああ、忍び騎手は騎馬じゃと言うたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの
殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。私が掘るほど、ごう、お前それで牙の形を増やしたきゃせいぜい任務を乗りかかった仕込むことだけは